れど先頭まで三十秒の窓の傾いたトラックが通るたびに激しく揺れた。あのアパートはもうすぐ取り壊されるらしい。風呂付きの部屋へ引っ越すことが二人の何よりの望みだった。見上げれば星空、遠くから電車の音、お前と暮らしていた。あの頃の夢を見た。少しずつ笑わなくなった。夢なんてこの部屋じゃガラクタにさえなりゃしねえ。自分じゃどうしようないことを知った。お前と別れてすぐ俺も部屋を出た。時が得だけの部屋だったけど、今よりも夢を見てたような気がする。気がつけば夕暮れ、ベッドに差し込むにしび、きつくだけ。